競馬投資家のゆうまです。今回は競馬予想サイト馬じゃんがついに一歩情報の役満を一般開放したので、これを機に実際に参加して馬じゃんが誇る VIP プランの役満を検証してみたいと思います。今回参加する役満は普段 VIP 会員しか参加できない特別な情報となっています。今回は特別に一般開放していたので参加することができました。 VIP 会員にならない限り普段は参加することができないプランになっているので、この機会はとても貴重だと思います。役満の詳細はこちらです。本来であれば参加費用5000ポイント必要なんですが、今回は半額以下の2400ポイントで案内が来ていました。ポイント消費なしの特典がついているので、実質無料で参加することができます。1局と2局のセット参加をして、万が一不的中だった場合は、的中するまで役満に無償で提供されるようです。それだけ今回の制度に自信があるんだと思います。役満の解明はこのように来ています。それでは皆さんと一緒にレース映像を確認していきたいと思います。果たして馬じゃんの VIP プラン役満は本当に当たるのでしょうか。それではやっていきましょう。一旦立ち止まりましたが促されて入りました。ゲートイン完了。スタートしました。ややばらついた飛び出しです。まずは押して4番ルーテビアンカ出てきます。これは先行体制、少し2番手以下を話にかかりますが、8番アルティマダンサー、12番一陣、さらに内から2番特殊カムヤ姫、1番アナザービータと前を追っていきました。この後ろに11番の色物見、あと内の方から3番のジャングルタキオンなど追走していきます。1コーナーから2コーナーへ残り 1000m 切りました。先段荒れています。やや縦長。先頭4番ルーテビアンカのリード、1馬身から1馬身半ですが、2番手以下差を詰めてきました。8番アルティマダンサー、12番一陣、この内に2番特殊カムヤ姫並んでいます。5番手1馬身差を詰めて11番色物見、内並んで1番アナザービータ、それから外目に10番共栄ルーバー、内押しながら3番ジャングルタキオン追走です。後方固まって7番のアンブロシアード、外に並んで6番のスイートマリー、9番モーニング、先頭からシンガリまで10馬身ぐらい、あと1頭大きく離れました。5番のワールドバトルがシンガリです。3コーナー先頭4番ルーテビアンカリード、1馬身半ぐらい、2番手に上がってきたのは11番色物見、一気に先頭に並んでくる、打ち押しながら8番アルティマダンサー、3番手4番手に12番の一陣、それから10番共栄ルーマー追ってきた、内に若番の特殊カムヤ姫で直線です。先頭4番ルーテビアンカに迫って11番色物見、一気に変わる、3番手以下横一線、12番一陣、さらには6番のスイフトマリー、スイフトマリーが2番手に申し上げてくるか、外は一陣、さらには3番ジャングルタキオン、先頭は色物見、5位、11番色物見、3コーナーか4コーナー、一気にこれで11頭全馬収まりました。スタートしました。10番マックスがやらしてきませんでしたが、イクソンテソロマヤ遅れています。さあ、まずは何が出ていきますか。1名3番フィールドモーリス、1番ビオマージュ、4番ハーディーローズ、これよってマティアスです。間が空いた、外から3メディル、あとは2番のブーケオバイリスや10番のレスプレンドールがついて、その後5番のオベリスク、後方から2投目が6番ニクソンテソロ、最高は8番10番マックス 1000m 挙手通過、縦長2コーナーに向かって24秒6です。3番フィールドモーリス、ほか両からは1馬身ぐらいのリード、2番手で9番マティアスピタッとマーク、2馬身がいて4番ハーディーローズ、11番3メディル、4番手800を切りました。3馬身がいて7番の空いたいです。2番ブーケオバイリス、1番ビオマージュがついて、その後5馬身差5番オベリスク、その後10番レスプレンドール、動いていったら6番ニクソンテソロ、最高は8番10番マックス600を切りました。先行集団はほとんど一塊、3コーナーカーブに向かっています。3番フィールドモリスを巡りまして、9番マティアスが並びかけていった、2馬身差4番のハーディーオーズが3番手、7番のアイタイが外から動いていく、400切りました。さらに3メディル、ブーケオバイリス、ビオマージです。その後は後方開きました。さあ6番ニクソンテソールが先頭まで7馬身くらいの差、差を詰めてきて大外を上がってくる。先頭は3番フィールドモリス、直線コース抜いて残り200を切りました。2番手9番のマティアス、そして早くも6番ニクソンテソールが前を捉えにかかった。あとは4番手集団4番のハーディーオーズが100を切ります。先頭は抜けた6番ニクソンテソール、2番手7番のアイタイが伸びてくる。先頭は6番ニクソンテソール5位、2番手7番アイタイ、3番手どうか。3番フィールドモリスと9番マティアスです。後方かなり開いた差のある後方からのまくり足見事でした。6番ニクソンテソール4連勝です。上がり 800m が51秒7。はい、ということで役満の全レースが終わりました。結果は役満1局が492万200円、役満2局が395万9400円的中しました。さすが VIP プランです。半額以下まで割引していて、的中するまで無料で役満を提供する保証をつけるだけのことはあって、相当自信のある情報でしたね。2プランとも超高額配当を的中するとは思っておらず、的中結果を見たときはびっくりしました。この結果から高額ではありますが、馬じゃんの VIP プラン役満は
参加する価値のある最強情報であるということが分かりました。参加費用は決して安くはありませんが、ポイント消費なしの特典がついていて、この内容であれば問題ないかと思います。今回使用した麻雀に興味がある人は、この動画の概要欄に僕の LINE のリンクを掲載しておくので、友達追加をして、いつでも連絡してきてください。予想サイトの使い方や、馬券の購入方法など解説しますね。他にも検証してほしいサイトやプランがあれば、コメントや LINE をしてきてください。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。